ドイツ連邦共和国にイーダーザク州南部に位置する軍。西はホルツミンデン軍、北はヒルデスハイム軍、東はゴスラー軍、南はゲッティンゲン軍及びヘッセン州カッセル軍、ノルトベストファーレン州、ヘクスター軍と境を接する。特筆すべきはウスラー市に属すフィルステンハーゲン地区である。フィルステンハーゲンは ノルトハイム軍の飛び地であり、約3、4がヘッセン州カッセル軍に、1、4がゲッティンゲン軍に囲まれている。この村落は他の軍域と接していない。ノルトハイム軍からこの村落へは、ヘッセンのオーバーベーザーに属すハイゼベック地区を経由する道路を通っていく。ゲッティンゲン軍からこの村落へは、森の象径しか通っていない。この軍はベーザーライネベルクラントに位置している。 南西はベーザー川が群境をなしている。軍域東部のラインネ共国ラインネ川が南北方向に流れている。軍の北東部はハルツ山地の西の新脈に接する。軍域西部はニーダーザクセン州最大の森林中低山地の一つであるゾリングフォーグラー自然公園の一部でブンテルザガンが豊富なゾリング山地に位置している。本軍の西編は中世。 ダッセル博領の西の境界であった。本軍は1885年4月1日のプロイセン王国ハノーファー州の新設に伴って創設された。1939年1月1日、帝国レベルで統一された条例によってノルトハイム軍と改名された。1932年10月1日にウスラー軍が合併した。1 9 7四年三月一日に アインベック軍とノルトハイム軍が廃止されて新たな軍としてノルトハイム軍が創設された。1977年にはオステローデアムハルツ軍のカーレフェルトとガンダースハイム軍の一部が合併した。さらにカルトレンブルクリンダウの新設により旧ドゥーダースタット軍の一部が合併した。一方、1971年に ハノーフルシェクリッペンが、ノルトベストファーレン州、ヘクスター軍に移管された。1974年にアーベルエプセンの長域が、ゲッティンゲン軍に、ノイハウス、イム・ゾリング及び、ジルバー・バルンが、ホルツミンデン市に移管された。本軍は初めは、ヒルデスハイム行政管区、1978年からは、ブラウン・シュバイク行政管区に属したが、2004年に、 行政管区は廃止された。2009年11月に、ノルトハイム軍とホルツミンレン軍の軍長である、ミハエル・ビッグマンとバルター・バシケは、内務大臣、ウーベ・シューネマンの講演のもとで、両軍を合併して新たに、ゾリング軍を創設するかどうかを検討するための、専門会委員会を設置することに合意した。軍の行政庁舎。 ノルトハイム軍の軍議会の政党別議席数は以下の通りである。第二次世界大戦以後の軍長を列記する。ニーダーザク選手州の地方自治制度が二等制を敷いたことに基づき、一時期軍行政は軍長ではなく上級軍主事が管轄していた。この時代には軍長は政治上の名誉職であった。ノルトハイム軍の上級軍主事は以下の通りである。 図柄、青字と金字に左右に分割。その上に直立し、赤い舌を出した詩がそれぞれ反対側の字色で描かれている。また、基部はやはり反対側の色で彩色されている。この紋章は1948年7月22日に採択された。二頭の詩は1932年に新たにノルトハイム軍を形成することとなった。 かつてのノルトハイム軍とウスラー軍を表している。右半分が旧ウスラー軍に由来する。獅子はブラウンシュバイクリューネーブルク公領を統治したベルフ家の紋章に描かれている動物である。旗、上半分が青、下半分が黄色。その中央に軍の紋章が描かれている。文化施設保護を目的とした南ニーダーザクセン地方連合が設立されている。 かつて東西ドイツの国境地域にあったことは、経済発展にとって不利な条件であった。このため、また、地理条件に応じて、農業、林業、家畜業がこの町本来の主要産業であった。本軍は、地域発展のための欧州基金の第二、対象地域である。ノルトハイム軍と南ニーダーザクセン地域には、南ニーダーザクセン地域の経済、文化、 社会保険の発展促進を課題とする南ニーダー作戦基金がある。軍域東部を連邦アウトバーン A7 号、ハノーファーカッセル線が連邦道 B3 号線とともに南北に走っている。A7 号線には軍内に4つのインターチェンジがある。また連邦道 B64 号線、B241 号線が軍内を東西に走っている。ノルトハイム軍内には 鉄道分岐点が2つある。ブラウンシュバイク領内、ライネ渓谷に位置するクライエンゼンには重要な鉄道乗り換え地点がある。ブラウンシュバイク広告国営鉄道は1856年にブラウンシュバイクからここまでの鉄道を開通させ、1865年にホルツミンデン方面に延伸した。現在はここで南北線とアルテンベイ県クライエンゼン線が交差する。 ライネ渓谷の第2の接続点は、プロイセン国営鉄道のもので、ホルツミンデン市にあった。ノルトハイムで東西の交通軸は、ハノーファーとゲッティンゲンを結ぶ重要な南北軸と交差する。この南北軸は、ハノーファー国営鉄道によって1854年に建設された。1868年からヘルツベルク、ノルトハウゼン方面が開通し、1878年に、 反対方面であるスラー、パーダーボルン方面も開通した。1910年以降、これらの路線から鉄道ゲッティンゲンボーデンフェルデー線が分岐した。群域東部を約 35km にわたって、アイスのハノーファー・ビュルツブルグ新線が走っている。この路線は南北線の路線と平、アイスの最寄り停車駅はゲッティンゲン駅である。 これらの幹線鉄道に対して支線は廃止されてわずかである。ブラウンシュバイク国営鉄道会社は1879年にアインベックをライネ渓谷の鉄道に接続させた。この鉄道は1883年にゾリング山地のダッセルに達した。1921、27年にドイツ国営鉄道によりウスラーシェーンハーゲン線が開通した。 プロイセン国営鉄道は1902年にバート・ガンダースハイムを北のヒルデスハイムと結んだ。1899年に隣の軍のオステローでまでを結ぶ狂気の軍立鉄道オステローでクライエンゼン線が建設された。ドイツ鉄道の新線がないものの、本軍の鉄道網は1958年には 184km に達した。この1、3が廃止された。 廃止されたのは以下の路線である。本軍の公共旅客交通機関は基本的にバスによる。鉄道はその補助的役割に過ぎない。これらの路線は南にイーダーザック線交通連盟によって組織されている。ヨーロッパ自転車道 r 1号線とライネハイデ自転車道が軍内を通っている。ベーザー自転車道は西の軍作会の一部を通っている。 近年再発見されたローマ時代の古戦場が特別な関心を引いている。自然保護下にあるぞ、リングやノルトハイム古水地区などの保養地も人気である。この他に数多くの文化財建築や宗教建築などがある。特に考古学的に特筆すべきものに以下のものがある。ありがとうございます。